はい、皆さんこんにちは、しらたんです。今回は GU でお買い物をしてきたので、それを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。まず一つ目がこちら、この今着てるトップスです。これはなんかトレーナーみたいな素材なんですけど、ちょっとね腰の部分が絞られていて、わかりますかね、こんな感じでちょっとキュッてなっていて、結構ねスタイルがよく見えるし、あとここもね結構カパッと開いているので、鎖骨とかも見えてすごくすっきり見える感じになっています。今回の購入品ほとんどセール品なんですけど、結構ね GU いつでもセールやっていて、私そのセールのねコーナーを見て、あ、いいのないかなって探すのがすごく好きなんですけど、このトップスもそこで見つけてゲットしました。本当はこれ黒もあって、黒も買おうかなって思ったんですけど、もう黒のトップスたくさん持ってるし、買うもの全部ほとんど黒になっちゃうので、白も買おうと思って今回白にしました。でこれのお値段がセールで990円プラス税になってました。元の値段がちょっとわからないんですけど、990円で買いました。もう本当にお得ですよね。こういう白のベーシックなトップス1個持っておくと便利だし、ここがキュッてなってるので、下どんなボトムスでもスタイルよく見えるし、スキニーとか合わせてもすごい大人っぽく見えるんじゃないかなと思います。で2つ目がじゃん、こちらです。花柄のスカートになってます。私にしてはね、こういうちょっとなんて言うんだろう、フレアなスカート、いつもタイトなスカートしか履かないので珍しいかなと思うんですけど、こんな感じのねちょっと見えますかね、花柄のスカートをゲットしました。でこれがですね、衝撃のお値段で、このスカートが590円プラス税でした。びっくりして、590円と思って。でこのなんかデザインがねすごく大人っぽいのが可愛いなと思いました。なんか花柄なんだけど、なんて言うんだろう、色味もなんかちょっと大人っぽい感じなので、あんまり甘々すぎずに着れるかなと思って買いました。なんかこういうねちょっとスカート系にも今年はチャレンジしたいなと思ってるので、ちょっと今回チャレンジという意味も込めて、このね安すぎるスカートをゲットしました。素材はすごい、なんて言うんだろう、そんなサテンまではいかないんですけど、結構ツルツルしたような感じの素材になっています。ね、ウエストのところ後ろはゴムになっているので食べても安心です。スカートをゲットしました。これもねこれからどんどん着ていこうと思います。で3つ目がじゃん、こちらです。これはロングのシャツになってます。ストライプのロングのシャツになっていて、前がボタンになっているので羽織としても着れるし、ワンピースとしても着れる感じになっています。で後ろにねこういうリボンがついているので、これを前に持ってきてキュッてウエストのところで縛っても可愛いし、後ろで縛っといて羽織として着ても可愛くなります。で袖のところがこうやってあのボーダーになっているのがすごくツボで可愛いなと思いました。素材は結構薄めなので、冬だったら中にタートルニットとか着たりして着るのがいいかなと思います。春先にもね全然アウターとして着たりとか、ワンピース1枚として着ても可愛いかなと思ったので買ってきました。でこちらの値段が、これもセールで1490円プラス税になってました。もうねすごいお得ですね。このワンピースとしても着れて、羽織としても着れて、前をボトムスにインをしたらトップスとしても着られるかなと思ったので、結構いろんな着回しが効きそうなので買いました。はい、で次でラストになります。で次4つ目はセール品ではないんですけど、じゃん、こちらのスカートをゲットしました。わかりますか、こういう感じで前がね全部ボタンになってます。でちょっと A ラインのスカートになっていて、すごくねスタイルがよく見える感じになっております。で私的にこのめっちゃ可愛いと思ったポイントが、この縫い目が白の糸で縫ってあるのがすごく可愛いなと思いました。なんかこの同系色で縫ってあるのもいいと思うんですけど、それだとちょっとなんて言うんだろうな、インパクトが足りないっていうか、こういうねあえて違う色の糸で縫ってあるっていうのがすごく可愛いなと思って買いました。もうねこうやってハンガーにポンってかけてあった時にすっごい可愛いと思って一目惚れして、もうそれで購入しました。でこれのお値段が1990円プラス税です。これは普通に多分新作なのかな、なのでセールはしてなかったんですけど、今回可愛かったので買ってきました。このスカートも冬でも着れるし、春でも着れるし、夏でも全然
着れるんじゃないかなと思うので、すごくおすすめです。はい、というわけで今回はこんな感じで GU で4つ購入してきました。今回もね、本当にセール品がたくさんで安く買えたのでとても大満足です。今回ご紹介したセール品はまだちょっと売ってるかどうかわからないんですけど、この最後にね紹介したスカートは絶対にあると思うので、ぜひ気になった方は店舗に行ってみてください。はい、ということで今回はこんな感じで GU でお買い物してきたのを紹介してみました。少しでも参考になってくれたらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。